さんこんばんは、木崎かなです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ではまずですね、早速歌っていきたいと思います。聴いてください。Got it.
はい、今聴いていただいた曲1曲目が、スプレンディのラブ、2曲目が、オリジナル曲のハルシオンデイズという曲でした。はい、はい、改めまして木崎かなと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、私はですね、ノーストラック所属でして、今オリジナル曲もですね、CD 後ほど販売いたしますが、オリジナル曲も歌わせていただいてまして、この後ですね、ユニットで7時台にオルシンズというユニットでも出演いたしますので、ぜひぜひね、7時台も足を止めてぜひ見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではですね、最近少しずつ暖かくなってきましたので、春の曲を用意してきました。では2曲続けて聴いてください。
はい。はい、では少しだけですね、お知らせというかさせていただきますね。私ツイッターやっておりまして、木崎かなで検索していただければ出てきますので、あの漢字はあそこに書いてるんですけど、はい、あの木崎かなで検索していただいて、ぜひぜひツイッターフォローしていただければと思います。そこでですね、あのライブの情報ですとか、まあ日常とかですね、あのツイートしてますので、ぜひぜひチェックしてみてください。あとこの後終わりましたらですね、あちら右手の方で、物販コーナーございます。 CD がですね、先ほど2曲目に歌いましたハルシオンデイズという曲と、次最後に歌う曲が、ビギンザストーリーという曲なんですけれども、そちらオリジナル曲でして、で CD 販売してます。と今日は歌わないんですけど、あと2曲ですね、ジャンプという曲とウィンターズライトっていう冬の曲をですね、4枚分 CD 販売してますので、まだゲットしてない方はぜひぜひ、終わったらあちらに行きますので、お話だけでもぜひしててください。お願いします。はい、という曲、ことでですね、次最後の曲歌わせていただきます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、では最後の曲聴いてください。 Begin the story。
ございました。